秋田駅から歩いておよそ10分のところに、アクラのビール醸造所があります。ミュンヘンのバイエルンスタイルの様々なクラフトビールを醸造しています。その中庭に、アクラビール直営のレストラン、プラッツがあります。造り酒屋の明治時代の蔵をリフォームした店内は、落ち着いた雰囲気で、工場直送の手作りビールと料理を楽しむことができます。ボトルでも出していますけども、何よりもビールの美味しさというのは樽から出るというのが一番そのビールの味を伝えるものだと思うんです。なかなか地ビールというと他のところでは樽生でというのはなかなか難しいのが現状なんです。ですのでここの場所でですね、工場を見ながらだとかビールに関わるこの雰囲気というか、そういうのを味わいながら飲んでいただければより一層美味しくなるのかなと。大手さんのビールにはないそのボディ感というか、その厚みをつけたそのビールのスタイルになってます。というのもその、バック側が持っている力、ホップが持っている力、酵母が持っている力と、それを十分に引き出すという作り方をしているんですが、簡単に言えばそのただ軽いという感じではなくて、飲み応えがあるというふうに言えばもしかすれば伝えやすいかなというふうには思いますけども、特にホップですね、癖があるホップだとか爽やかさがあるホップだとか、たくさん種類はあるんですけども、それを組み合わせることによってですね、なかなかその複雑なものになってればなというふうには思っています。こちらがプラッツおすすめのメニュー、シーフードたっぷり季節の野菜のクラノパエリア。こちらはマダイとホタテの蒸し焼きにマイタケ、季節の野菜のバターソテーをショッツル特製ダレで添えてあります。肉の表面を焼いて赤ワインでじっくりと煮込んであります。2階は蔵の雰囲気がさらに色濃く残っていますね。秋田の地ビールをここで味わってみませんか？